例年にない不作と言われたのが2014年のドラフトです。大学生の有力選手が相次いで故障をしたり不調だったりで、即戦力で使えそうな選手が見当たらず、スカウトからは1位の12人さえ揃わないと言われることでした。今回は不作のドラフトと言われた2014年のドラフト1位で入団した選手たちの現在までの成績について紹介します。将来の4番打者として巨人に指名されたのが岡本和真です。高校通算73本塁打の長打力には大きな期待がかけられた一方で、スピードの遅さや守備の拙さは不安要素でした。入団後の3年間は通算打率1割台、1本塁打とプロの壁に苦しみましたが、4年目の2018年に才能が開花します。打率3割0分9厘、33本塁打、100打点の成績を残し、プロ野球史上最年少となる22歳シーズンで打率3割30本100打点を達成しました。2020年には打率2割7分5厘、31本塁打、97打点で本塁打王と打点王の2冠に輝くと、2021年も打率2割6分5厘、39本塁打、113打点の成績を残し、2年連続で本塁打王と打点王を獲得。2023年も打率2割7分8厘、41本塁打、93打点で自身3度目の本塁打王を獲得する活躍を見せ、史上9人目の6年連続30本塁打を達成するなど、押しも押されぬ巨人のスター選手に成長しました。最速150キロのストレートを武器にヤマハからヤクルトへ入団した竹下慎吾。ヤクルトスカウトからも社会人ナンバーワンサウスポー、近い将来抑えで30セーブを上げられるよう頑張ってほしいと期待された逸材でした。即戦力として期待されたものの、1年目は1軍で登板がなく、2軍でも19試合に登板して防御率 9.16 と悲惨な成績に終わります。2016年はプロ初登板を果たしましたが、防御率 13.50 と打ち込まれ、1軍ではわずか1試合の登板に終わりました。2017年は1軍登板機会すらなく、2軍でも20試合に登板して防御率 10.88 と結果を残せないまま、10月に戦力外通告を受け、そのまま現役引退となっています。この年即戦力との呼び声が高かったのが山崎康晃です。東都大学リーグ通算で38試合に登板して15勝6敗171奪三振、防御率 1.95 と好成績を残していた山崎を横浜 DeNA と阪神が外れ1位で指名。抽選の結果、横浜 DeNA に入団し、1年目からクローザーを任されると2勝4敗37セーブ7ホールド、防御率 1.92 と素晴らしい成績を残しました。2018年2019年には2年連続で最多セーブのタイトルを獲得し、リーグを代表するクローザーとなった山崎でしたが、2020年は40登板で0勝3敗6セーブ8ホールド、防御率 5.68 と不調に終わり、クローザーから降格となります。しかし2021年に60登板で3勝2敗1セーブ27ホールド、防御率 3.27 と復調の兆しを見せると、2022年には56試合に登板して0勝2敗37セーブ防御率 1.33 を記録、スランプは脱出したかに思われました。2023年も4月までの12登板で防御率 1.54 と素晴らしい投球を見せていましたが、5月1日に自身の SNS 上での発言が問題となり炎上すると、成績も落ち始め、最終的に49登板で3勝7敗20セーブ8ホールド、防御率 4.37 でシーズンを終えています。上昇球団として2002年から11年連続で A クラス入りし、そのうち4回リーグ優勝を達成した中日ドラゴンズ。2013年2014年はまさかの2年連続4位に沈み、チームの立て直しが迫られる中、即戦力として指名したのが野村良介でした。当時の谷繁元信監督もローテーションに入れる投手が入ってくれた、コントロールにばらつきがなくスタミナがある、先発完投型として一番だろうと野村に期待を寄せます。しかし初登板となった2015年6月25日のヤクルト戦で1回3失点と炎上すると、以降の登板でも良いところがなく、1年目は3試合に登板して防御率 10.13 で終わりました。2016年以降は1軍登板機会すらなくなり、2017年10月に戦力外を告げられ、トライアウトを受けたものの獲得球団が現れず現役引退となっています。走攻守三拍子揃った外野手で、1年目からレギュラーを取れると高い評価を受けた野間隆義。有原康平の外れ1位で広島に入団が決まり、
野間の高い身体能力には尾形浩一監督も即戦力の投手をお願いしていたんですが、一目見て感じるものがあった。一目惚れです。この選手は素晴らしい、欲しいという思いが強かったと惚れ惚れするほどでした。尾形監督は好きあらば野間と野球ファンから言われるほど積極的に野間を起用し、野間は1年目から127試合に出場します。しかし翌年2016年は不調で21試合の出場に終わり、2017年も打率1割台の不調で終わりました。野間は2018年に初めて規定打席に到達すると、打率2割8分6厘、5本塁打、46打点、17盗塁と好成績を残し、広島外野陣の準レギュラーとして定着します。2022年は野手キャプテンも務め、打率3割1分2厘、16打点の成績を残しました。2023年も打率2割8分6厘、26打点と要所で活躍を見せています。完成度の高いサウスポーとして注目を集め、有原、山崎の外れ外れ1位で阪神に指名された横山雄也、即戦力と期待されましたが、1年目は故障で出遅れた結果、1軍では4試合の登板にとどまり、0勝2敗、防御率 6.75 と振るいませんでした。2年目の2016年は3試合に先発して2勝0敗、防御率 2.93 と活躍しましたが、左肩の痛みで5月31日に出場選手登録を抹消され、3試合登板止まり。その後も故障が続き、1軍では登板できない年が続きます。2020年は2軍でリーグ2位の防御率 2.54 を記録しましたが、11月に戦力外通告を受け現役引退を表明しました。この年の高校生で一番人気だったのが安楽智弘です。最速157キロのストレートは数多くのスカウトを引きつけましたが、右肘に不安を抱えていたため直前で指名を回避する球団も多く、最終的にヤクルト、楽天の2球団が指名しました。2015年10月5日のソフトバンク戦で初先発し、6回無失点で初勝利を挙げ、翌年以降の飛躍を感じさせましたが、2年目以降は伸び悩み、2020年まで通算6勝と期待された成績は残せていなかった安楽。しかし2021年は開幕1軍入りこそ逃したものの、3月27日に1軍昇格すると好投を続け、終盤にはセットアッパーも任されるようになり、58試合の登板で3勝3敗、2セーブ22ホールド、防御率 2.08 と好成績を残します。2022年は52試合に登板して6勝2敗、1セーブ13ホールド、防御率 4.38 と少し調子を落としましたが、2023年は57試合の登板で3勝2敗10ホールド、防御率 3.04 と復活を果たしました。2013年の夏の甲子園で前橋育英を初出場初優勝に導いた高橋光成。甲子園のスターを1年目の途中から出てくる可能性がある。スピードはまだないが、阪神藤浪並みの柔らかさがある。実力評価と将来性で決めた。と高く評価した西武が指名を公言、無事単独指名となりました。期待通り高橋は1年目から8試合に登板し、5勝2敗、防御率 3.07 と活躍します。しかし2年目は22試合に登板して4勝11敗、防御率 4.42 と大きく負け越し、以降も勝てないシーズンが続きました。2019年は21試合に登板し10勝6敗で自身初の2桁勝利を記録しましたが、防御率は 4.51。2020年は初めて規定投球回に到達したものの、8勝8敗、防御率 3.74。 2021年は11勝9敗、防御率 3.78 と突き抜けられないシーズンが続きます。飛躍を遂げたのは2022年からでした。26試合に先発して12勝8敗、防御率 2.20 と自己最高の成績を残すと、2023年も23先発で10勝8敗、防御率 2.21 の好成績を残すなど、西武のエースへ成長しました。走攻守三拍子揃った即戦力内野手として注目されたのが中村奨吾です。10年は内野でレギュラーの心配がいらなくなるとロッテから高く評価され、単独1位指名を受けると1年目から開幕1軍入り。守備ではセカンド、サード、ショート、レフト、センター、5つのポジションを守るユーティリティ性を発揮し、打撃では打率2割3分5本塁打21打点を記録しました。2018年からセカンドのレギュラーをつかむと、自身初の規定打席到達を果たし、打率2割8分4厘、8本塁打、57打点、リーグ2位の39盗塁と好成績を残します。
以降はロッテ不動のセカンドとして活躍し、2021年にベストナイン、2018年、2021年にはゴールデングラブ賞を受賞しました。2023年は打率は2割2分、11本塁打、48打点の成績で、自身初の2年連続2桁本塁打を達成しています。2014年のドラフトで一番人気を受けたのが、有原航平でした。156キロのストレートと多彩な変化球を駆使する本格派として注目され、横浜 DeNA、広島、阪神、日本ハムの4球団から指名を受けます。日本ハムへの入団が決まったものの、1年目は右肘痛の影響もあり2軍スタート。5月15日のオリックス戦で初登板初勝利を挙げると、最終的に8勝6敗で新人王を受賞しました。しかし防御率 4.79 はパリーグ新人王を受賞した投手の中で過去最低の数字だけに、一部では実力を疑問視する声も上がりましたが、2年目の2016年は11勝9敗、防御率 2.94 と成績を大きく改善し、日本一に貢献します。以降有原はエースとして活躍し、2019年には15勝8敗、防御率 2.46 で最多勝を獲得、2020年オフにはポスティングで MLB 移籍を果たしました。MLB では2年間で3勝7敗、防御率 7.57 と活躍できず、2023年にソフトバンクへ入団。日本復帰1年目は17試合に先発して10勝5敗、防御率 2.31 と好成績を残し、4年ぶりの2桁勝利を達成しています。6大学リーグで通算61試合に登板して、20勝10敗、防御率 2.20 を記録し、即戦力との呼び声が高かった山崎福也。オリックスから指名を受け、左投手で縦に大きく割れるカーブを投げられるのは数少ないと思っているので、そこはプロでも武器になるのではないかと思います。目標とするのは巨人の内海選手です。と意気込みを語りました。1年目から開幕ローテーション入りを果たしましたが、3勝6敗、防御率 4.53 と負け越し、以降のシーズンも先発ローテーションには入るものの、勝ち越せないシーズンが続きます。しかし2023年は開幕から勝ち星を積み重ねると、9月27日のソフトバンク戦で10勝目を挙げ、プロ9年目で初の2桁勝利を達成しました。最終的に11勝5敗、防御率 3.25 の成績を残した山崎は、2023年に FA 権を取得しており、保証の発生しない C ランク選手ということから複数球団が獲得を検討しているようです。オフシーズンの去就にも注目したいですね。最速150キロのスピードと高校通算54本塁打の打撃で二刀流として注目された松本裕樹。右肘を痛めた影響から他球団が指名を見送る中、ソフトバンクが松本の単独指名に成功します。右肘の故障も癒え、3年目の2017年から本格的に1軍で登板を始めましたが、15試合の登板で2勝4敗、防御率 4.78 と打ち込まれました。以降の年も先発として登板するものの、活躍はできなかった松本でしたが、2021年の途中からリリーフに転向すると、33試合の登板で3勝3敗4ホールド、防御率 3.79 を記録。2022年からは勝ちパターンを任される試合も増え、44試合の登板で5勝1敗15ホールド、防御率 2.66 と好成績を残しました。2023年もセットアッパーとして活躍し、53試合に登板して2勝2敗25ホールド、防御率 2.68 を記録。今やチームに欠かせない存在となっています。いかがでしたでしょうか。不作と言われた年でしたが、今ではチームの中心として活躍する選手がたくさんいましたね。今後も野球に関する動画を投稿していきますので、ぜひ高評価、チャンネル登録をよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。